羽生譲ー・の成功とプライベートの分岐点、熱愛報道の影響。フィギュアスケートのスーパースター、羽生譲ー・選手、21歳が高校時代の同級生女性、21歳との熱愛が、女性セブンによって報じられました。さらに、結婚も約束されているとの情報も浮上しましたが、お互いに交際を指定しています。今回の報道について、その真相を明らかにするために、様々な情報源を探り、 疑問を解消する必要があります。まず、羽生譲選手自身の成績について言及しなければなりません。今シーズン、羽生選手はその実力を遺憾なく発揮し、フィギュアスケート界で絶対王者と呼ばれる存在として頭角を表しました。4回転ジャンプを次々に決め、グランプリファイナルでは史上初の3連覇を達成し、全日本でも4連覇し、3月の世界選手権でも大いに期待されています。 このような成功にもかかわらず、ハブ選手にとって初めての熱愛報道が出たことは注目すべきでしょう。女性セブンの報道によれば、ハブ選手とこの女性は東北高校で6年前に同じクラスとなり、親しい友人であったと言われています。女性は陸上競技の選手で、ハブ選手がカナダで練習する際には授業ノートの画像をメールで送り合うなどして交流を続けたとされています。進学は別々でしたが、 ハブ選手は15年春に女性に告白し、その後はデートを重ね、結婚についても話し合ったとのことです。しかし、ハブ選手は女性にプロポーズしたとの報道に驚きを隠せず、女性自身も交際を否定しています。一方で、この熱愛報道について疑念を抱く声も少なくありません。直接的な証拠が示されておらず、同級生や知人の話に依存しているため、報道に懐疑的な見方もあるようです。 事実、ハブ選手が所属している全日空スケート部の関係者は、結婚はもちろん、彼女がいるという話も初耳、どうして、そういう煙が立つんでしょうかと疑問を呈しています。ワイドショーも一部で取り上げたものの、報道があまり広がらず、ネット上でも、一言も付き合ってると言ってない、下水な W、そっとしておいてやれよといった声が見られました。日本スケート連盟からは、プライベートのことですので、その件については、 何も話すことはありませんとのコメントがあり、公式な立場からの情報提供は望めない状況です。このような状況下で、私たちは一体どのようにこの報道を受け止めるべきでしょうか。まず、羽生選手と女性の交際について、公に証拠が示されていないことは事実です。報道に登場する情報は主に同級生や知人の証言に依存しており、直接的な証拠が不足しています。そのため、 この情報については慎重な検証が必要です。また、ハブ選手自身と女性のコメントを考慮する必要もあります。ハブ選手は驚きの表情を見せつつも、高校が一緒だっただけと繰り返し、女性も交際を否定しています。一方で、これはプライベートの部分であり、彼らが公にしない選択肢も存在します。最終的には、ハブ選手と女性のプライバシーを尊重し、 確たる証拠がない限り、過度な関心や非難を避けるべきです。ハブ選手の実力や成功に焦点を当て、彼のフィギュアスケートへの貢献に敬意を払いましょう。フィギュアスケートのスター、波ユズル選手との熱愛報道について、確たる証拠が示されていないこと、お互いに交際を否定していることから、慎重な検証が必要です。プライベートの部分については、当事者の意思を尊重し、 過度な関心や非難を避けるべきです。代わりに、ハブ選手のフィギュアスケートへの貢献と成功に焦点を当て、その実力に敬意を表しましょう。報道についての真相は明らかになるかもしれませんが、それまでの間、公平かつ慎重なアプローチを取ることが大切です。